これは速報ニュースです。これは900ニュースです。今日は日本時間10月7日です。ついた時間速報によりますと、スクーナ南部の交差点付近に車突っ込み、少なくとも8人が負傷との情報。渋谷区道玄坂渋谷駅前付近で車が人の列に突っ込む事件が発生しています。多数の怪我を人が発生し、救急隊によるトニアージが行われています。ツイッター援助によりますと、渋谷109前に消防車とパトーカーへない紅茶。高知の消防によりますと、午後7時過ぎ、東京渋谷区道玄坂交差点で複数車が突っ込む事故を発生した。今まで少なくとも男性7人が結果で当時の病院に搬送された。いずれも命に別状はないでした。当時の警察によりますと、事故の運転手は20代の男性です。今まで逮捕された理由は過失運転傷害の疑いです。詳しい原因を調べています。